はいどうも、じゃあササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日は二階幹事長の嫌な話題です。菅首相は二階さんに担ぎ上げられて首相になったことから、この内閣は二階さんの傀儡政権になるのではとね、僕をご覧の皆さんはそう危惧してらっしゃるかと思うんですが、残念ながらというかやっぱりというか、いよいよその二階さんの本性を表したようだというようなお話でございます。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思った方は、動画を再生中でも押せますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではその本性が垣間見れた記事を毎日新聞からご紹介しましょう。見出しがですね、どうなってるんだ、不満ぶちまけ、二階氏発言が公開に、なんだか物騒な言い回しになっておりますけども、それでは早速本文の方を読んでいきましょう。政府与党連絡会議は16日の会合で自民党の二階幹事長の発言を記者団に公開した。これまでは冒頭の菅首相と公明党の山口那津男代表の発言までで記者団が退席していたが、その後に発言する二階氏が注文をつけ公開範囲が拡大した。二階氏は9月の総裁選で菅支持の流れをいち早く作り、主流派としての存在感を確立し、政府与党内での発言力が高まっている。これは月一で行われている定例会といいますか、まあ、中身はですね、会議というよりかは、もうすでに、ね、議論をして、一定の結果が出ましたよ的なですね、報告会なんですけどもね。で、概要欄に URL を貼りましたんで、この会議のね、政府与党連絡会議の動画を見てほしいんですけども、今までは首相の発言とそれから与党のサポート役である公明党の代表のが何を喋ったのか、この二人の発言のみが公開されていたんですけども、その二人の発言に俺も加えると、俺の発言も公開しろとやってきたのが今回の二階幹事長ということでございます。また記事に戻ります。二階氏は会議の冒頭、2050年までの温室効果ガスの排出を実質ゼロとする政府目標の実現に向け、党内に推進本部を設置したと報告。党一丸となって課題に取り組み、政府の対応を支えたいと述べた。会議後の記者会見では、自民党幹事長の発言にも意味がある。公開は当たり前だ。そんなことがなされていなかったことはおかしいと語り、前例踏襲に異議を唱えた。はい、ストップ。前例踏襲に異議を唱えたってのは、菅首相の発言をあえて使ってですね、前例がないから俺の発言は無視するってのは、そっちの方がナンセンスだと。そんな言いがかりにも似た態度になっております。でもですね、旗から見ていると、首相とそれから公明党の代表と、それから自民党の幹事長、この3人の発言っていうのは、重さ的にはほぼ一緒ですよというふうにも見て取れましてね、私にはそういうふうに感じまして、なんかものすごく嫌なね、態度が横柄な感じがするんですよね。はい、それで会議は首相官邸で原則月1回開かれる。16年に幹事長に就任した二階氏は、安倍首相時代には自身の発言が公開されていなかったことに表立って異論を挟んでこなかったが、菅政権で初となった10月6日の前回の会議で、どうなっているんだと突然不満をぶちまけた。前回会議から二階氏の意向で出席者に加わった側近の林元幹事長代理が、加藤官房長官と対応を協議していた。出た！いつものパターンですね。二階さんの腰巾着じゃなかった。腰がったな。これもうね、パターン化しているんですよね。まずね、ボスの二階さんが不平だとかね、なんだかをバーンとぶち上げて、その後に、この林さんって方がやってきてね、あの人を怒らすと怖いんで、ここはなんとか丸く収まるようにちょっと改善していく方向で、ってのが、このね、二階さんと林さんのパターンなんですよ。で、そのボスが突き上げた拳をゆるーくゆるーくこう軟着陸させていく男が、林元議員なんで、僕はヘリコプター林と呼んでおります。なんせね、これね、振り上げた拳垂直に上がるでしょ。こらーって感じでね、おらーって感じでね、それをね、上から睨みをいくからね、ややこしい話をね、スラーッと軟着陸させていきますからね、もうまるでヘリコプターじゃないですか。パタパタパタみたいなね。まあ冗談を横に置いておきまして、二階氏は今月12日に昼夜連続で首相と会食を重ねた。米大統領選でバイデン前副大統領の当選確実となったことを受け、自ら訪米する意欲を示すなど、外交面でも政府をリードする構えを見せている。おしまい。ということで、ちょっと最後の部分も気にかかる話ですよね。バイデンさんが当選確実になったことを受けて、自ら渡米する意欲があると。英語も喋れないのに、いや喋れるかもしれませんけども、そこはちょっとわかりませんけども、英語が喋れないっていうね、うまく喋れないことを前提に話をすれば、そんな二階さんがバイデンさんと会って何を話すのでしょうかと、ややもするとゲスの勘繰りかもしれませんけどもね、バイデンさんに会って、俺は中国の習近平と面会できる男でございますよと、習近平が国家の
のトップ以外に会うなんて俺くらいのもんですよと、もし中国と交渉したければ俺に一言相談したければ段取りつけますよととかね、全く変な方向で交渉していきそうで大変怖いです。もう30を超えて81歳ですからね、あの人はね。気圧の変わる飛行機は体調に悪いので、どうかどうか国内で静かに過ごしてくださいと。まあちょっとねそれは横に置いておきますけれどもね。しかし最近の二階さんは本当に横柄な態度が目立ちますよね。政府与党連絡会議はまさにそれでした。政府は菅首相、与党の長は公明党山口夏男と、もう一つは自民党総裁じゃなくて実質トップの二階幹事長だからと、そういう雰囲気が記事の文面からも伝わってきます。でね、幹事長のこの横柄な態度って誰かに似てんだよなと思ったら思い出しましたよ。あの山本太郎と仲間たちで度肝を抜いた、いや政治家の株を大きく下げた小沢一郎さんでございます。あの人と二階さんって驚くほど共通項が多くて似ているんですよね。まずですね、同じ田中派の流れを組む人でしょ。そして親中派にして中国に大訪問団で押しかけた人でしょ。人数多いからってチャーター機を飛ばしたくらいの大訪問団ですよ。そして官庁ポストにこだわりパワーの源を抑える、鬼滅の刃的に言えばですね、全集中の権力ってやつでしょうかね。あ、すいません、にわかなもんで。まあそんな感じで金と権力を巧みに使うのはやはり田中角栄譲りのあれなんでしょうか。そういう部分がですね、本当に民主党時代の小沢一郎と共通項が多いですし、ある意味田中角栄の亡霊に取り憑かれているのではなかろうかと、この二人に関してはそんな風に思います。なので今更言っても仕方ないんですけども、政治の世界にたらればの話はないんですけども、やっぱり菅首相になってからも幹事長が二階さんっていうのは非常にまずい判断でしたよね。この前も何でしたっけ、田中角栄が持っていた幹事長在籍日数の記録を二階さんが塗り替えた、こういったとかって記事見かけましたけども、そういうところもなんかあれなんですよね。これ僕の想像でものを言いますけども、自分の師匠恩師であった田中角栄の在籍日数を超えて、気持ちの中に俺は角栄先生を超えてやったぜみたいなものが、自己満足だとか自己顕示欲みたいなものがアドレナリンとしてこうね湧いて出てきている最中なのかもしれないですよね。菅首相が誕生する過程で二階さんがいち早く動いたっていうのは、確かにその流れを作ったっていう意味ではですね、誰もが認めるところなんだけども、それと幹事長を続投させる、抜擢するっていうのはちょっと違うと思います。だって二階さんは派閥のボスとして全然けじめつけていませんからね。なんて言ったって二階派は直近で河合夫妻の金銭ばらまき選挙事件と、それからね秋元司議員の IR 賄賂汚職事件がありますからね。これどっちも二階派なんですよ。で捕まってる理由がどっちもお金絡みでしょ。その親分が二階さんですよ。俺は関係ないから、じゃあ済まされない話ですよ。自分の部下がお金の汚職で逮捕されています。それに秋元司の方は本当に悪質で、500.com という中国のオンラインカジノ企業、これね皆さん誤解をしてるのかもしれませんが、ちゃんと知ってほしいのでね、あえて言いますけれどもね、前回の動画でも言ったんですが、まあ、今回もあえて言いますけれども、500.com というのはオンラインのカジノの会社なんですよ。リアルのね、マカオとかにあるリアルなカジノの会社じゃないですからね。もうさ、中国共産党の息のかかった企業なのに、オンラインのね、そのサイバー空間でのカジノが認められてるっていうだけで、どう考えても普通の企業じゃないでしょう。そしてその500.com はですね、聖火集団と言いまして、聖火グループね、あの、習近平の母校、聖火大学のグループ企業の一つなんですよ。もう聞いただけで縦線さーな感じがするじゃないですか。そしてそれを補足、いやリードすると言った方が適切かもしれませんけれども、清華大学の名誉教授に二階さんは就任されていますからね。習近平の母校である清華大学の名誉教授に二階さんは就任しています。その就任日が2017年の12月27日なんですけども、それと同じ日、秋元司議員は 500.com の本社を訪れて、そこで会長と会合をねしていますからね。少なくともこの一連の流れの中で、汚職事件の中で、その親分が全く責任を取らないというのは一体どういうことなんでしょうかと。管理不行き届きもいいところだと、それをもって幹事長X ってならないとダメでしょ。他の派閥の長に示しがつかないじゃないですか。二階さんを幹事長にね登用したのは安倍さんなんですけどもね、だから安倍さんが本質的には悪いっていう部分もあるのかもしれないんですけども、それでも安倍さんは二階さんとこうパワーゲームで長所発揮やってきてましたしね、それは多分安倍さん個人的人気がねこうバックボーンにあったので、派閥の長に頼らなくてもなんとか自民党総裁を維持できる力があったので、二階さんも無茶っぷりはしなかったんだろうけども、菅さんの場合はキャラクター的にですね、この力だけでは総裁選は勝ち抜けなかったと思いますよ。
国民的な人気もあったわけではないですし、知名度は先行してるけれども、なんか冷たい感じがしましたね。なので、派閥からがっつり支えてもらわないと、このトップに上り詰めなかったことでしょう。だから、二階さんの言いなりになっちゃっているというふうに見て取れます。裏を返せば、それだけ二階さんが計算高くて、文字通り老獪な議員さんということなんですけどもね。今年の2月に対談させてもらいましたけどもね、元民進党で、現在は二階派の自民党に所属する鷲尾議員は、二階派を選んだ理由について二階さんが持つ俯瞰的な目線を学びたいと言っておりましたけども、まあそういう意味では、安倍政権、それから菅政権の誕生、そして現在に至るまでのこの過程でどうやれば自民党の中枢に居続けられるのか、幹事長歴代最長を達成できたのか、俯瞰的な目線の勉強にはね、大いに役立ったのかもしれませんけれどもね。ただしそれと国民の幸せが思惑が一致するとは限りませんけれどもね。そして今まことしやかに流れている噂、なぜ二階さんがそこまでして幹事長職に君臨したいのか、一説によれば二階さんは地元和歌山で長男か三男に地盤を継がせたいらしいんですけども、その足場が思うように今できていません。下手を打つと同じ和歌山の世耕議員が参院から鞍替えで衆議院に来るかもしれないと。そうなれば自分の息子と一騎打ちになっちゃうわけでね、どっちが負けるか明白ですよ。なので自分が権力を振れる間に脇を固めて、まあ、スムーズなですね、その地盤の前兆をしようとしているなんていう話もありますが、ただまあとにかくですね、二階さんの官庁職は長すぎる。彼がこのまま居続けると本当に第二第三の河井昭元が出現するぞ、中国に進出されても何にも言えないパンダハガーの議員ばっかり量産しますよと思った人はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ今日はちょっとばかりですね小難しい話をしましたので、最後ぐらいはほっこりとした謎かけで締めたいと思います。二階さんが名誉教授とかけましてキングメーカーの実力取っておきます。その心は成果大いや困りましたね。昨日の動画 RCEP のコメ欄にはですね、東南アジア目線で笹谷の分析納得したんだけども、それでも RCEP 中国関連といえば二階さんの影がちらついてどうにも心配だみたいな声をね多数いただいておりまして、で今日の動画を見ればやっぱりな、そうなっちゃうよねっていう感じもね、皆さんの気持ちも僕もよくわかりますけれどもねって感じで、本日も面白かったよ、ためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。サザエンでした。